日本テレビの水浦麻美アナウンサーが6日、同局系、笑点に出演し、大喜利コーナーで、春風亭昇太に、痩せたと指摘されて大喜び。昇太に、座布団に1枚あげて、と異例の展開となり、翔太は、やったと両手を挙げて喜んだ。水占い穴のほか、日テレ女性アナウンサーの市木麗奈、滝夏樹、鈴江奈々、岩本の青、岩田絵里奈の、各アナが出演。晴れ着をまとって、笑点メンバーと大喜利に挑んだ。落語家とアナウンサーが、喋るという職業であることにちなみ、お題は、口へのを生かした新しい漢字となった。水占い穴の番で、口へんに入れると書いて、いただきまーす。と自身のキャラクターに引っ掛けて、名回答。翔太が感心して、1枚あげて、と指示を出し、水占い穴は、もらえた、と感激した。続けて翔太が、なんか、痩せましたよねと、水占い穴に尋ねると、水占い穴は、にっこり笑って、そうなんですと応じた。翔太が、小さくなったと指摘すると、水占い穴は、本当ですか？翔太さんに1枚あげて、と、嬉しさのあまり翔太に座布団のプレゼント。翔太は思わぬ展開に額に手を当てつつも、やった。久しぶりに1枚もらったと笑った。水占い穴は、やった。あげられたとこちらも、翔太のお株を奪って喜んだ。